本人の河合圭介です。皆さんこんにちは。本日2023年7月28日、21時43分なんですが、本日の試合お疲れ様でした。阪神タイガースの前川選手へ向けてのメッセージなんですけども、まあ、ベンチで、まあ、涙を流していたので、何か励ましの言葉をかけなきゃならないなと。他は、まあ、テレビに向かってその時、まあ、試合中に言ってたのは2球目だったと思うんですけども、まあ、ランナーが溜まってる序盤か中盤あたりですね、意外なボールをね、振りに行ったでしょう。あれがもったいない、損してるっていうことを言ってたんですよ。相手ピッチャーは明らかに、ボール球が圧倒的に多かったんですね。ほっとっても、大体、ボールカウントが増えていきます。ただまあ、置きに来るようなボールを、まあ、狙うような場面ですね。まあ、大体ね、みんな打率がこう上がり調子になっていったときに、みんなね、まあ、バットを、まあ、積極的に、まあ、それはね、良いケースと悪いケースがあるんですけども、明らかに相手ピッチャーがどうかっていうところを見た方が、これは早いです。で、まあ、これね、僕だけじゃないと思うんですけども、例えば、インターネット記事とかでも、真面目なもの見ておくと。で、まあ、なんとかっていうね、まあ、人をつけたらわかると思うんですけど、僕もそれを見てしまうと、やっぱり頭の中で面白いこととかね、そっちの方に話、頭の中の回路とか言ってしまう可能性が出てくるんです。これはスポーツの試合では、これは絶対に良くない傾向なんです。これは一般的な仕事でも同じです。朝からそんなものを見てきたらもうダメじゃないかっていうことになるんです。で、まあ、一応それを見てしまった場合、こう、今時ね、こう iPad とかあるから、指先当たってしまったと。それで、インターネット記事でいろんなものが流れてくるから。で、その時はその時で自分なりに対処する方法もあるもあるんです。僕だったら、河合圭介は芯が強いってはっきり言っておくんです。そうすることによって、芯が強い自分が出来上がると。で、気が強いはダメです。それは、相手をすごく責めてしまう人のことを言うんです。それは意味を調べてもらったら分かります。で、裁判所の裁判官も、このコンピューターとかのシステムよく分かってますから、法廷で、ちゃんと僕は原告ですよ。原告の時に聞いてこられたんですね。ことわざはいいですよねって一応言うんですけども、はっきり言います。多分効果ないです。裁判官に言ってもらっても。多分、1日日付が変わるごとに、かなりリセットされている部分があると思うんです。だからその辺のところで、ね、何が聞こえてきたのかわからないですけども、佐藤輝明選手のケースは、今日の多分第一打席だと思うんですけども、僕はまあ頭の中を送ろうとしてたんですけども、多分違う内容をね、聞かされて、バッターボックスで、はぁか、って、まあ何かね、もうちょっと、あ、もう怒りながらみたいな形で言ってしまったんですよね。そこをうまくなんとか乗り切れたら、ホームラン打ててたかもしれないんですよ。だからそこはね、その日、今日の試合で言うと、明らかに暴走族らしきやつが来ていたと、バイクでね。まあ、1台だけの音なんですけど、これも正直言うと、コンピューターの音の精度を上げられると、わからないです。多分来てると思います。で、そこで僕はね、通報間に合うかって言ったら間に合わない。多分バッターボックス、左バッターの選手だったんですけど、島田選手だと思うんですよ。で、もうこっちももう外から声かけてくる人間いて、ね、つなぎの野球で、こっちもそんなしょうもない連中とつながったら荒れるから、バットの振り方とか選球眼とか影響出てくるんです。だからその辺のところで、まあ対処が難しいんですけども、見逃しの空振り三振だったんです。無理、通報なんか間に合うわけがない。ピッチャーが投げ始めてる時に、ね、有馬警察署の電話番号入力してますよ。ポチッと押すだけでもいいですよ。だけども、間に合わない。携帯電話取って、探して、ボタンを押して、かかる。これで法律面まで求められたらどうです？無理ですって絶対に。それまで絶対ピッチャー投げてるんですから。僕は悪党を見逃したみたいな形でコンピューターを受け止めてるんでしょ？ルール作ったんどこですか？どうせ東京ですよ。
これは真実だから、もう別に泣かなくて言いながらで君を責めてるわけじゃないから、アドバイスしてるつもりで僕は言ってるの、明らかに相手ピッチャー荒れてる、あの状態、多分、まあ、スポーツ新聞かもしれないし、何か余計なことを言ってしまったか、見てるか、余計っていうそのハードル、ものすごく高いんです。本当に。だから、もともと、世界一を目指したりするようなルール設定ですから、ちょっと一般的な世界とはかなりかけ離れてるんですよ。無理でしょ、そんなことをたくさんって言うんですけども、けども正直一般の世界でも同じ傾向を見受けられるんですよね。朝からもうテレビなんか見て出勤してきたらダメだよとか言われるでしょ。だ本当はそうなんだ。だってテレビで嘘言ってるんですから、無理ですよ、そんなに人たちとつながったら。巨大な詐欺グループがテレビつけたりいて、報道ステーションの小木さんなんか交通機動隊ですもん。無理でしょ。で、他の人とかでも警察官でバラエティ番組とか出てる人いますもん。まあ、一応、有馬警察署に来て、まあ、パトカー急発進して捕まえに行ってくれたりとかしてるんですけども、もう無理ありすぎでしょ。だから、政府は率先して脱法行為をしてるっていう、この状況下の中で、ね、で、途中で、巨人が7対2、最初6対2ぐらいで中日相手にリードしていて、ダメですよ、巨人は12年連続ぐらい最下位行ってもらわなきゃダメですよ、優勝たくさんしてしまって、そのお金で東京ドームなんか作っちゃったんですから、エネルギーの残存量問題を無視してね、これもう他球団の方にも言ってますから、そういうふうなことするから、富の偏りがあって、富の分配が六法全書にしっかりと書いてあるんだから。ね、法律の世界であるんだから、しっかりと富の分配考えなきゃならないのに、ね、勝手に今まで身勝手なことして、ね、他の球団犠牲にして、あなたたちずっと優勝したんでしょって、変な記録いっぱい作ってって。それで反省しないで、反省とはジャイアンツが、ね、阪神タイガースの最下位の数と並ぶことなんだから、阪神タイガースが史上最多タイなんですから、最下位の数。それぐらいの覚悟を持った人間だから、東京の人たちが、ね、読売ジャイアンツに入団して、それだけの覚悟を持って試合に臨めばいいんですよ。だから、普通の契約書で良かったんですよ。歩合的だか、ね、年俸とか、そういうふうなルールがいらなかったっていうことであります。これは、前川選手を設計をしてるんじゃなくて、あくまでも今日、前川選手はベンチで泣いてたから、そんな二十歳そこそこで、そんなに自分を追い詰める必要ない。もう、世の中のことなんかわからないのは当たり前だから、本当にその年齢だったら。で、テレビ局も、もう大卒そこそこのアナウンサーなんかテレビ出してるでしょ。本当は違う。高卒で、いろんなひどい目あってきて、僕みたいに30歳ぐらいで弁護士さんなしで勝訴を取ってるような人間がテレビ局のアナウンサーとして出なかったら、政府を叱らないと総務省とか。なんてニュースを回してくるんだって。これどうせ嘘でしょって。誰がこんな放送をしなさいって言ってきたのって。ディレクターはって。ディレクターって、理事。日本語に直すと。ね。英語混ぜ込んできて、わからなくしようとしてるの。責任者の所在を。悪党ばっかり金稼いで大きな家建てたの。もともと。だって政府はお金持ちなんだから。ね。各都道府県の知事、市長、国会議員の人たち、他の議員、お金持ち、そういう人じゃないと大きな家建てられません。大きな家建てたらどうなるか、エネルギーたくさん使用する、冬場とか。もう話が最初から噛み合わない。ね、1956年に売春防止法が出来上がったっていうことは、それまでどれだけ無茶苦茶な世界だったかっていうことがよくわかるでしょ。そんな、まあ、もともと皇室とか、僕と会った人ばっかりしか総理になれないっていうこの日本の社会で、ね、ある程度の僕は人脈とか、他国の人たちとかにも僕の名前が通っているから、政府上層部に。で、国連の元でインターポールがあるから、はっきり言って裁判官になって捕まるときは捕まりますって、こういう話になるんですよ。ちょっと今電車通ってますか。で、精神病院に9回も入院させられてるでしょ。政府のこと暴露されそうになった、こういうふうな動きをもともと警察官とかするんですよ。
ということは警察官の誰が指示出したんですかって、そこから絡んでくる人間こんなにいっぱいいるって何回も通報してたでしょ。淡井圭介の生活情報っていう欄を、まあ、1番よりもちょっと上の方にあるんですけども、その YouTube と、元々の1番の間なんですけども、まあ、YouTube 関係の一覧表のその下の方と1番の間なんですけど、1番を2つ今作ってるんですけどね、そこにね立ち向かっていくっていう、そのちょっと尋常じゃないガッツを持ってる人間に、そもそもプロ野球業界もサッカー界もスポーツ界も全員アウトなんです。誰一人として淡井圭介に直接的に寄付金なりお金の支払いをしなかったから、みんな税金の食らいつきとかで、稼いでた方ですから、もともとプロ野球界もみんなの税金投入してスタジアムを作ってますからね。もともとの昔の白黒の映像とか見たら分かります。観客席ガラガラ当たり前、第二次世界戦争があったのに、ね、その前からプロ野球協会はありましたよ。だけどそんなことしてお金稼ぎって本当は叱られる方で、今は阪神タイガースはしっかりと利益出てるんです。ただし球団がスタジアムとその土地代を保有してもらわなかったら、ちょっと僕も受け入れられない。これは他の球団も同じ、どこの球団もしっかりと固定資産税払ってくださいよ。そうしなかったら世の中の実態分かんなくなるでしょ。で、東京ドーム作ったから高い固定資産税払わなきゃなんないか、俺たち勝たせてくれて、そんなわがまま絶対許せない。本当に。無理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 。ドーム球場作ったところでみんなで再開争いしなさいよ。そういうこと。だってソフトバンクだってあんなにたくさん高近年で優勝したでしょ。再開行くの一番ふさわしいの、ソフトバンクか札幌ドームを作ってしまった日本ハム。日本ハムなんか2つ作りましたからね。あんなわけわかんないことする人たちにお金持たせたらどれだけ危険か。エネルギーの残存量問題。全然真面目に考えてない。もう技術的に採掘可能な埋蔵量50年もないんですよ、世界中で。ね。急に輸入が止まりますよ。嘘の放送ばっかりしていて、現実をしっかりと社会に放送しないんだったら。嘘の突き倒しで。急に死にますよ、日本人1億人。以上。もう生き残れる人なんかいないんじゃないですか、その時。無理でしょ、今更。だってもう、ねえ。水道線引き直したりとか、もし、ね。今でもニュースでたまにその水道管とか破裂して道路が大変な水浸しになってるニュースとかあるでしょ。もうもともとこんなにたくさんインフラ設備維持するんだけども大変なのに、余計な仕事ばっかり IT 関係が作って QR コードとか消費者困らせてるんです。僕もあれでお金もう1万円近く引き落とされてますから。それで安い買い物できたかって一回もしたことない。とんでもない詐欺行為。今電車乗ってます。で、僕も騙された方なんです。新聞の記事見て、IT 関係が日本は弱いだろう、なんだろうっていうことを放送したんですけど、IT 関係の人間は増殖した、もう余計なアプリいっぱい作るから、もう絶対無理。もう商業原理だけの娯楽のゲームとか、ああいうふうなとこ、あと政府関係とかのパソコンの復旧とかに強い人、そういう人たちだけでいいんです。そうでなくても、政府はもともと悪者側だったんですから。ね、ワンピースでイム様っていうのが出てきたのは、精神病院で、ね、精神が生産されなくなるような薬をいろんな人間に飲ませて、口封じしてきたんですから。恐怖で。で、もしかしたらもう僕は子供を作ろうとしたら障害児が生まれる人間かもしれない。その薬を飲まされたことによってね、何回も何十回も。それでも飲め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 言ってきたのは、精神病院の医者。ワンピースイム様っていうのは、もともとあの漫画は、もう淡井圭介と同じ方向性で行くからで始まってます。私が二十歳ぐらいの頃からのちょっと過ぎぐらいに連載がスタートしてますから。それぐらいの頃ですよ。1998年ぐらい。で、医療業界の医者の言いとね、事務員の無。もうどっちも同じやろって。裁判所の裁判官が今までね、法律名出してこなかっただけで悪党行為を見逃してたんだからって。そんな裁判官一人もいらないよ。そんなもん裁判員サイドで全員真面目に、法律名探し出して原告で訴えてきた内容をね、その人間を裁判官として扱ったらいいんですよ。で、裁判官を法律で取り締まったらいいんですよ。あなたたち、招集者だったんでしょって。みんなの税金使って、ね、学校を建てておいて、で、そこで学んできて、ね、みんなの税金に食らいついてきたんでしょ？高い給料もらってきたんでしょ？何怠けてるのって。
これぐらいのことを YouTube でバーンと言える人間、バーンは本当は英語かな。もう正直アメリカも1700年時代にフランス、イギリス、スペインとかいろんな国、まあポルトガルも多分そうだと思います。乗り込んでるからいろんな言語がもう乱立してるか、もうどこの、本当はもともとどこの言葉かわかんない。バーンっていうことは一般的に焼き尽くすっていう意味なんですけど、ねえ、もう僕も英語マジとかなってきたら、外国語マジになってきたら、もう聞いてる方も本当はよくわからなくなるんです。言葉の本当の意味を追求すれば追求するほどって。もうこれぐらいね、はっきりもの言える、もう何を焼き尽くすって、そのみっともない黒い法衣服、ローマ法を見てください。まあもともと昔もいろいろ悪いこと、心当たりある方ですよ、ローマ法って。だから、コンクラーベっていうものを教え、もう日本語で言い直すとコンクラーベですよ。自分から全員部屋の中に閉じ込められるんです。で、その中で誰がローマ法王にふさわしいか選ばれるらしいですよ。日本の放送しているニュースが本当であればね、そこまで嘘だったらもうお手上げです。もうこういう世の中だから、そんなに真面目に悩んでもしょうがない。まあ、開き直るのも違うんですけども、そういう悪い部分を徹底的に本当のことを言う。YouTube に動画でアップロードする。これが正しい人間の生き方。組織に入ったらみんなこれができなかった。なかなか。閲覧者数の数見たらわかります。こういうね、裁判官に対して、ビシッてこう厳しいことをしっかりと言える。あの人は本物だっていうことで動画の再生回数が1万回以上すごいサッといく。これが本物の企業。あの人の言ってることにしっかりと便乗しておいたらいいと。ね、大企業はしっかりと見せない、こういう動画。心当たりがあるから、悪いことをしていたことが。役員の人間とか、もう課長以上、係長以上とか。平の人たちとかだったら、会社からああ言われた、こう言われた、上司の名前を出しね、誰それさんにこう言われました。これだったら、裁判所で大体、まあ、恩情が聞くと。もうこういうことなんです。今ちょっと痺れさせられてるんですけども、これがこのコンピューター業界の科学の悪いところで、もうそういうのと毎日、もう今日の試合も本当はもう僕ね、もう投げ出したいっていう気持ちだったんですよ、その阪神タイガースの試合ね。もうなぜこんなこと思う、もう25年も経過して誰も1円も払ってくれないスポーツ業界になぜっていう、このね、この結婚問題だってテレビに出た人間ばっかりだったでしょ。で、全員悪いことしてることにね、もうアナウンサーも軒並みアウトなんだから。バラエティー行ったらもっとね、悪いでしょ？遊びながら仕事してるような仕事してたんですから。もうどうしようもない、こんな世の中。でも早くテレビ局を合併しなさいって言ってるのに、いつまで経っても変な踏ん張り方見せるでしょ？ほんとに。これで今足の力を取られてるんですよ。もうむちゃくちゃこのコンピューターによる支配が、ね、テレビ局なんかに権限一切持たせなかったらよかったんですよ。あなたたちは一般人ずっと叱られていなさいって。これでちょっと通話あるんですよ。例えば、フジテレビの伊藤アナウンサーは伊藤忠商事さんの子孫の人たちなんですよ。人なんですよ。ね？叱られるのにちょうどいいでしょ？もう嘘も呼んじゃってるんだから。もうお金稼いじゃった後なんですから。まあ今日の試合はね、やっぱり僕もね、日本代表のこととか気にしますから、右バッターのことを考えてたんです。ね、森下選手かわいそうだったでしょ、打率1割台で。なんとか今、2割2分ぐらいまで来てるでしょ。まあ、その分、まあ、左バッター、云々の部分があるんですけど、まあ、常識的に考えても、まあ、阪神の打線に左バッター多いから左ピッチャーみたいな部分がどうしてもある。で、これね、日本中のいろんな球団で見受けられるんですよ。左バッターで成績の良い選手ね。これ、イチローさんが大活躍しちゃったから。みんなそれ見て、左バッターの方が得だ。ファーストまで早く行ける。ね、内野安打増やせる。それがあったから、左バッター増えちゃった。右バッターでも良い日本代表のバッターを育てなきゃあんない。頭の中にどうしてもそれ考える。もう、例えば試合始まる前から考えてもそうです。岡本選手打つでしょ？兵庫県出身の坂本選手打つでしょ？どこに潔く良さがあったのって。ね、もうこういう話になる。だから本当はこれはもうプロ野球業界のもう何回も言いますけども、
各地方の高校生の人たちが自分の出生地ね、親とかが住んでるところの一番近い球団に入団したらいいんです。それをドラフト会議でみっともない取り合いなんかしちゃダメ。入ってから育てたらいいんですから。結局自分の頭の中からしなきゃなんないんですから。監督コーチとかで綺麗な顔してる人。阪神タイガースに今岡さんとかいたでしょ。2003年に優勝させてもらっておいて。2003年なんか僕、ナルトレーサンスリゾートホテルとかまで働きに行って、なんとか勝率5割で踏ん張っていて、で、戻ってくるでしょ。フルーツラーパークと、ホテルオークラ神戸を両方掛け持ち。もともとホテルオークラのそのメインバーっていうところが労働時間、一月120時間ぐらいの契約を結んできたんですよ。絶対他で働かなきゃ無理でしょ。だからバンケット、ホテルオークラのその披露宴とかのね、まあ今まで披露宴とかもう何百件も、仕事してますと。できますと。いうことで行くでしょ。で、びっくりしたことに、もう、披露宴じゃなかったんですけど、宴会の方だったと思うんですけども、まあ、円卓が一番大きな広間、あれは、いろんな部屋を、壁をね、まあ、パーテーションと呼ばれる壁を取っ払って、全部の部屋をつなぎ合わせてるんです。もう、円卓で400名ぐらい入れるんですよ。まあ、大体どこのホテルでも上限されるぐらいにしてます。もう、きりないですから。そんなもん、キッチンの方が追いつくわけないでしょ、作る方が。ね、普通に考えたら分かること。で、働きに行ったら、ほとんどの人が、そういうところで働いたことがない人たちばっかり。ホテルオークラで、新人の時間給で働かされてた僕が指示出してましたから。もういいからみんな、もう僕の言うた通りにしてくれたらいいから、行くよって、もう用意してあるこの円卓、もう先にテーブルセッティングとか終わってますから、もうグラスとかも置いてあるから、みんなでそーっと持ち上げて、横移動。まあ、カニみたいな動き方でいいですよ。で、下の絨毯に印をしっかりとつけてるから、もう大体どこのホテルでも同じ。そこに持っていったらいいと。まあ、これはどんでんと言われるもので、最初会議した後会食とかしたら、もうそういう形になっちゃうんです。もう、壁のパーテーション取っ払ったら最初から円卓にテーブルセッティングをすべてナイフ、フォーク、まあスポンとか含めてまあダブルオードブルだったらオードブルのナイフとフォークを2つ用意しますよ。大体。で、まあテーブルセッティングしてるものをさっと移動させて、で、ここでもうテーブル置く位置間違えたら全部むちゃくちゃ。もうどこが何名座るかもう全部予定組んであるから、その順番にテーブルも全部並べてるの。それ一つでも間違えたらもう大事件。もう全部狂うから。お客さんに入ってきた時にテーブル移動できますかって。無理。テーブルセッティングし直すしかない。本当に。だから、まぁ、ちょっとだいぶ話しとりましたけども、あっちこっちに働かされるのは人材派遣会社。めちゃくちゃ人生追い込まれます。絶対的に。本当に。もう履歴書めちゃくちゃになりますから。あっちこっちいろんなところで働いて履歴だけ残って。もうそんな厳しい業界と比べたらね、もうそこまで話聞いたらいかに自分が幸せかっていうことよくわかりますから。いいですか？野球とかサッカーしてきて、お金稼ぎできてたんでしょ？しかも、こう、まあ大体、まあ30歳超えるぐらいまで。球団に残ってた人たちなんかは高い所得を得てたんでしょ？絶対その人生大当たり。こんなに人生たらい回しにされた人間と比べてみたら一目瞭然。まあこれ聞いてもらったらね、あまりまあ前川選手も自分で自分を追い込むことなく、まあ涙流すこともなくね、まあ社会の実態が分かってね、いいかと思います。どう考えても変でしょ。さっきの通報のね、そう、暴走族、もうバイクの音で、もう明らかにアクセル思いっきり開けて、改造マフラーも、もうマフラー取っ払ってるバイクなんかもう、ものすごいうるさいですから、しかも進まなくなりますから、前になかなか。明らかに性能ガタ落ちになりますから。で、まあまあ、あんまり気にすることなくね、もう元々僕は指摘しなかったら、例えばね、広島東洋カープの菊池選手、ガム食いながらエラーしなかったでしょ。あれ、自己責任を持たなかっただけ。ガム食べながら守備してるんだから、エラーしなきゃなんないんだから。法律違反してるんだから。他の人間押し付けてただけ。そんな人間が日本代表になっちゃったんだよ。
ね、だから佐藤輝明選手も多分どうしてもかも噛んでたところ僕も思い出してるのか、もう記録でコンピューターが残ってるから、だからまあ今シーズンノイジー選手も佐藤輝明選手もまあ厳しい成績はもう覚悟しなきゃならないで、まあ、なんとかねエラーがないようにしたいんですけど、噛んでるところ全国放送とかで見られてますからね、もう他の球団も本当はそのはずですよ、ガム食べてた人たちもみんなエラーそこそこしなかったらダメですよ、打率も低打率にならなきゃダメですよ、これ本当の社会のルールですから。高校球児の方は良いプレーしてたでしょ、その今年の報徳学園の春の選抜、相手チームも良いプレー、引きの引き締まったしっかりとした守備してるでしょ。だからプロでもやっぱり試合中にそういう悪ふざけをしてしまうと絶対無理なんですって。今佐藤輝明選手が攻めてるんじゃないんですよ、どうせもうだからもうこれを話混ぜ込むと壊せ者のリアルっていうガンダムのね、あのダブルオーガンダムっていう作品、まあダブルオーガンダムもその1作目と2作目を1と2にしとけばいいのに、いちいち名前をコロコロ付け加えたりとかするから、もう僕ももうどちらの方の作品の主題歌がわからない、ウーバーワールドっていうバンドの曲名も忘れましたけど、もう中で言ってくるんですよ、壊せ者のリアルって、もうスポーツの勝ち負けでここまで分かってる人がそんな曲聞いたら試合中に思い出して笑うか笑わないか、もう何の根比べか、もうみんなもう真面目にしていてもナチュラルで間違えたりするのに、ナチュラルとコーディネーターガンダムシートもう無理、もう笑わな、笑わな、笑うなって言うほど、もうみんな絶対無理、本当のこと全部分かったら、まあ、ガンダムは多分真面目に作ってると思う、ガンダムシードもね、だんだん、シャイニングガンダムっていう、なんだっけな、この名称で合ってたかどうか分からない、もう期待名で覚えてしまってるかもしれない、もうね、ガンダムが名残あるっていうリングで。その時点でもう真面目に作ってないでシャフル透明とかもうこの動画絶対試合終わった後に見てもらう、もう誰か一人見てしまったら全球団全選手を見なかったら平等じゃない、もうここまで見てしまったらもうそれでいきましょう、もう絶対試合中いろんなこと気づいて笑い出しますから、もうそういう時はもうみんな、もうデッドボールだけはもう一番バカバカし、あんなことで大きな支えが困るから、ピッチャーも投げるつもりないから、デッドボールなんかみんな。だけども、もうここまで思い出した。手元車をおかしい。これで笑い始めて手元食らわなかったら、それはそれ、誰かからの力借りすぎでしょ、みたいな話になるから、絶対に。物事の本質からだいぶずれてるって、それはそれで法律的におかしいっていう話になりますから。ね。ナチュラルは自然っていう意味。コーディネーターという意味はモデルさんじゃない。絶対違うよ。違います。調整役の人です。ね。僕みたいね、ね。1950年からの日本一の回数、リーグ優勝の回数、あともう交流戦もいっぱい試合してた時期とかもあったから、交流戦の優勝回数とかもあったから、ね、もうこの辺で優勝回数ある程度話合わせてもらわなかったら、もう僕も涙流しそうになってるんですけども、もうクライマックスの間違いですよ。暗いの泣くの方と、もう、なんか、その辺も、けど、ある意味、それ正解かなって思うんですよ。阪神タイガースも、2位とか3位で下克上があるとかの話とかで、乗せられて、その辺の順位で我慢させられて、結局、ね、クライマックスシリーズで日本シリーズ行けなかったって、この年いっぱいあったんだから。もう、ずーっと騙されてる。もうだからもうそれがあるから、もうセリーグの優勝と日本一、今年阪神タイガースいいじゃないっていう話なんですよ、僕からしたら。もうそれ邪魔してきたら本当に僕もいろいろ言いますよっていう状況になるんですけど、もうこうもう涙、本当これ絶対何かあります。もうだから翔平とかも、まあ大谷翔平選手ね、
甲子園行けなくて大泣きしてたでしょ。だけども、まあその当時活躍できた藤波晋太郎選手と今のところ2人とも大リーグ行きになってるから翔平の方が大当たりの人生なんですけども、けど2人とも早く結婚できなかったら人生外れになっちゃうから世の中金じゃなかったっていう話にどうしてもなるから、心情的にね、結婚できなかったら。だから、その涙が流れてる状況って、自分の未来良くないものじゃないかなっていう、やっぱりちょっとした恐怖とかね、もう僕の中に今あったりとか、まあ、もしくはガンダムの作品を怪我したとかね、ガンダムファンの人たちが怒ってるかもしれない。だけど富野さんとかも、もうある程度最後の方の、まあ、年齢になってきたら、もうある程度そういう話言ってくれてもいいからっていうことを言ってくれてるんです。ガンダムの一番初代のね、あの海の前である富野さん、富野由紀夫さんだったかな。ちょっと読み方もね、難しい感じとか、正直フルネームってひらがな打ってもらわなかったら無理だし、急に思い出せるかって言ったら全員が全員フルネームをしっかり思い出せるかって無理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 、絶対無理。歴代の総理の何人フルネームで言えます？これだけ政治に関わってる僕でも14人プラス3人の各省のね、大臣の方たち名前言えない。フルネームで特に世代交代がありますから。もうこれが世の中の実態。ちょっと話それましたけども、プレイヤー協会の皆さんね、そういうことです。もう今年ぐらいもうロッテ優勝させてあげたらいいじゃないですか。みんなでガム噛んで、そんなむちゃくちゃなロッテのいじめ方せんでも、みんなでガム噛まないで、ロッテにガムの生産やめましょうで、昔ハイチュウっていう形になったんですよ。口の中で溶けるから。けど、愛情も多分食べない方がいい。電車の中とかでもうそんなもん食べられたら、もう僕だってもういろんなこと我慢してるんですから、神戸電鉄で空き缶転がってた時があって、もうそれを擁護するような言う人間がいたら、もう僕も、もう腹立つん、いつも我慢していて、もう何回か正直ね、注意したりしてるんですけども、けど普通に考えたら注意する人間が一人もいなくなったら世の中もう無理でしょう。ねえ、なんか僕良い行動してるのに怒ってしまったら勝てなかったりしてるんですよ。スポーツ業界のルール絶対変やなって、そこまでして東京勢勝ちたいかって、はっきり言って8の上乗せですよ東京勢、特にジャイアンツ、あとはサッカー界は神奈川県のチーム、あんなに J1 にいっぱい作って一つのチームだけですよって、兵庫県が違反してないからそれでいいんです、大阪府が勝手に違反したままなんです。一回神奈川県で横浜マリノスとフリューゲルスは合併させたんですから、よしそれなら優勝いいですよって、別にこちらから力貸しませんよ。そんなもん神奈川県の作ったチームなんか神奈川県の人が力与えないと思ってね。スタジアム代でたくさんお金かけさせられたの神奈川県の人たちでしょ、税金払わされて。これで真面目にしてなかった、みんなで叱ればいいんですよ、そのサッカー選手を。髪の毛染めてる人たちとか。で、大阪セレッソとガンバ大阪は未だに合併できてないのが、この世の中の野放し状態。僕は何回も見ましたよ。セレッソ大阪とガンバ大阪合併しなさいって。法律業界とかは粘り込みしてるから。自主性がないから。なお文句言われても仕方がないってこういうことです。以上です。まあ、前川選手 もうあんまりそんな、もう泣くほどのことじゃないから、もう、本当はそんな、もう、一番年俸、高い年俸をもらってる人たちが一番怪しいっていう話になります。本当はね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。